皆さん、こんばんは、ティンダーマェク、ティンダケです。村のこの方にいきます。和歌山は、梨の花咲き、泡をまけ、はい。高価の次の花に泡をまけ、おいた。同じくおいたの、まだ毛が抜けたら泡をまけ、泡ばっかりです。群馬は、稲の締めが多くなったら、冷えをまけ、はい。冷え巻き、東はい。佐渡は、冷えは、無により、三日前、あぜ豆は三日遅れ、はい。冷え巻きは、縄白はい。霧の花の咲く頃に豆をまけ、は青森で灰、はい。長野は、 カツコウが、カッコウがなくから大豆を巻かねばならぬ。はい。拳が咲いたら畑豆を巻きはさど。スズメしゃ早くカラスしゃ遅い、つまです。はい。桜の花が中腹まで咲き上がったら、ナスの種およし。これね、徳島。ごぼうの種まきは柿の葉3枚。はい。岐阜です。芋おやしは愛媛です。芋おやし。 青葉づくのことです。拳の花見て芋をあげろは茨城です。はい。ホトトギスが鳴くと山の芋が芽を出すは鳥取なんです。はい。伊勢ははい。イチゴが咲いたらさつまいもずる植えなければならない。富、は、士、い、の花が咲くとわらびの芽を出すは青森ですね。わらびの目。ツツジの花境にはわらびの出境。これ新潟ですね。はい。以上です。バイバイ。